皆さん、こんにちは。エミです。すいません。ちょっと一つだけ緊急速報といいますか、これはちょっと今伝えておいた方がいいかなと思って、緊急配信しているんですけれども、以前、モンゴルの風さんが紹介してくれたね、このエミさんの動画で紹介してされていた紅白アンケート、白組で一番良かったアーティスト1月7日まで投票期間があるようで、今まさにキンプリに向かれそうになっています。もしよろしければ皆様に投票の呼びかけとかできますでしょうか。本当に風さんが一番だったと思う方だけでいいので、ということでね、リンクを貼ってくださいました。私もこれご紹介させていただいたんですけども、これ締め切りまでね、あと10時間もないのかな。なのでね、ちょっと見てみたらね、差がね、めっちゃ狭い、67票差だったんですよ。なのでね、私思わずコミュニティにね、今見たらたったの67票差でした、投票は下記からということでリンクをつけておいたんですけど、1時間ぐらい前にね。そしたら、チャムさんからコメントいただきまして、僅差の大接戦ですね。投票はすごく簡単でした。投票する藤井風割るそれだけでした。何の入力も必要なかったです、ということで。そして生ムーミンさんからも、昨日見た時はまだ逆転していたのですが、文字通りデッドヒートです。キンプリは5人で最後だから、ティアラキンプリファンの呼び名さんたちも必死ですね、ということなんだけどね。まあ私としては、あの風さんが1位でもキンプリさんが1位でも別にどちらでもいいんですね、正直なところ。あのキンプリさんもね、最後だということだし、で風さんもそんなに数字は気にしていないと思うんですよ。ただね、この投票を知らなくて後で、あー投票したかったっていう方がいらっしゃると、それはちょっとかわいそうだなという思いもありまして、とりあえずお知らせだけはしようと思いましたので、こちらの投票1月7日0時が締め切りになります。投票のリンクは私の概要欄につけておきますので、風さんのねパフォーマンス本当すごかったですよね。なのでね、あの風さんのパフォーマンスが一番だと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ投票してみてはいかがでしょうか。ちなみにね、私がコミュニティにポストしてからね、僅差がまた縮まりまして、まあその影響があるかないかはわかんないんですけども、今は25票差ぐらいですね。ということで、明日の結果が楽しみです。ということで、ちょっとしたお知らせでした。では皆様、良い一日をお過ごしください。エミでした。ではまた。